マスタードです。おはよう。パンダダイエットの時間となりました。左右ですね。じゃあいただきます。今日は10月2日で、お休みでちょっとのんびりしています。もう8時10分ですね。7時半過ぎまで、ちょっとゆっくりしすぎたですね。水曜日、今日は水曜日休みですね。60% 超えています。ずっと朝から雨ですね。でも、26度切ってます。クーラーなしです。クーラーだと逆に寒いですね。はい、ちょっと上着を羽織っています。また、また来週は30度超えて、なんかちょっとバナナを冷たいですね。ちょっと冷蔵庫から今取り出たばっかしで、はい、4時前には目覚めたんですけど、起きたのは8時前ですね。なかなか気持ち起きようとしたけど気持ちもう、はい、昨日は9時過ぎにダウンしたんですかね。昨日もショート上げてないですね。あと自分の動画上げるのが、普通のショート動画は上げきらなかったですね。もう11時12時起きることができなかったですね。歯を磨いてなきゃで、風呂とご飯を済んでましたけど、寝る前の歯磨きがしてないですね。失敗ですけど、片付けて寝ようかと思ったんですけど、寝落ちしてしまったですね。残念ですけど失敗。なかなか今週は水曜日休みですけど、土曜日が早いから早起きしようというけど、なかなかもう三日坊主ですね。なかなか思うのは実行するの難しいですね。はいはい、はい、今日のスケジュールは整形行きたかったんですけど、整形は今日休みですので、来週の月曜日ですね。月曜日休みの時に整形に行こうか。昨日は一日分に痛みでも飲みましたですね。はい、なかなか、体調不良が続きますけど、マサトです。マサトのおはようバナダイエットでした。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン登録よろしくお願いいたします。また次回のおはようバナダイエットでお会いいたしましょう。また聖書を学びたいとお友達に募集してますので、よろしくお願いします。マスターでした。シェガネツパスンプリズ。シャロム、シャロム、シャロム。